はい、おはようございます。今日金曜日でございます。すごい細かいとこまで匂い嗅いでるのね。はい、今朝の空こんな感じです。朝は本当は雨の予報だったんですが降りませんでしたね。さすがマーティ君持ってんな。はい、そんなわけで一日頑張っていきましょう。はい、ということでマーティ君の散歩から帰ってきましたんで、今日も朝編集やっていくんですが、今日の Vlog が、今日の動画もうすでにですね、公開セット済みです。で、昨日撮影した動画は明日の動画になります。ちょっと時間軸バラバラなんですけども、木曜日に撮影した動画は、土曜日に公開予定です。なんでこの Vlog が公開されている朝に多分公開されていると思います。今編集やるのは朝のやつですね。わけわかんないと時間軸がバラバラすぎて申し訳ないんですが、明日はですね、久しぶりに東京にちょっとね、お出かけ行くので、あの人とも久々に会える予定ですんで楽しみですね。まあ、とりあえず、明日公開の分の編集を頑張っていきたいなと思います。あ、違う、まずは Vlog の編集だ。はい、どうぞ。はい、今日はですね、奥さんがママ友とご飯食べてるみたいなんで、私はですね、この蒙古タンメン中本のチーズの一撃いただきたいなと思います。これで、この辛味ソースも入れると、これでかなり辛くなんじゃないかな。チーズ味がすんのかな。ちょっと今回初めて食べるんで楽しみですね。あ、チーズの香りがする。辛みが少しマイルドになってるのかね。ね、マーティーね。じゃあいただきます。あ、先に牛乳飲んどこう。じゃあいただきます。じゃあいただきます。香りはチーズの香りしますけど、あ、若干まろやかでも辛い、うん、でも結構まろやかですね。いつもの中本に比べると、あの北極とかに比べると全然まろやかです。はい、ごちそうさまでした。ソファでゆっくりしてんの、まちくんは。かわいいね、お前は。かわいいね。はい、ということでお昼ご飯食べ終わって、これから午後編集と思ったんですが、この編集ね、そこまで急ぎの必要がないので、ちょっとダイソーに行って買い物していきたいなと思います。その理由はこちらですね、ゾイドの武器パーツがね、ちょっと汚い感じになってるんです。こうやっていっぱいね、このテーブルの上に置いてあってね、ちょっとこれをまとめる箱をですね、買っていきたいなと思います。あと、マンションのロッカーの方にですね、多分発泡スチロールカッターが入ってると思いますんで、熱で切るカッター。あれが入ってると思いますんで、それもね、取っていきたいなと思います。はい、ということで、ダイソーから帰ってきました。道中撮影するの忘れちゃったんですけど、これ前と同じやつだね、プリントボックスってやつ。前はレゴの片付け用に同じサイズのもの買ってきたんですけど、これに、ゾイドのパーツ入れたいなと思います。はい、入れてみました。いざ入れてみると全然少なかったね。ただこのね、ゾイドの棚にいっぱい細かいね、武器パーツがあると思いますんで、まあ、そういうのもここに入れていけばいいですね。そしてこれがね、発泡スチロールカッターのはずなんで開けてみましょう。なんか変わったのできたね。こっから開けるみたいです。いっ、うわぁ、思いっきり中華製っぽい。あ、そうですね。これがブレード。これだ。これを、ここにこう差し込んで、で、これ、ここに電源コードがありますんで、熱で発泡スチロールを切っていくっていう発泡スチロールカッターになりますね。ホットナイフカッターって書いてあるね。
なんか合格書みたいなのが入ってるけど、これ、日本語マニュアルなさそうだな。いやー、ちょっとこういうのって取り扱いに注意したいところですけど、英語で書いてあるのかな？ああ、英語で書いてある。マニュアルは英語でございました。ということで、メインチャンネルの編集頑張っていきたいなと思います。はい、ということで、今4時13分、まだ編集もうちょい残ってるんですが、マーティ君の散歩行きたいなと思います。マーティ、マーティちゃん、マーティ、はいよ、空こんな感じ。明日雨なんかな。ちなみに結構寒くて、朝と同じ格好しております。いよいよ冬だね。ゆじかおかえり。ただいま。ご報告があって、これ。武器収納した。あ、そう。よくわかったね。すごいここがいっぱい、大変なことになってた、テーブルの上が。開かないパッド。武器パッド全部ここに入れよう。だね。うん。ちょっとね、ごちゃごちゃしすぎてる武器パーツは。うん。そうしましょう。はい。ということで、しんくんは、これからお友達とフォートナイトですか。うん。よかったね。はい、今日の夕ご飯はハンバーグです。はい、ハンバーグ。そしてコーンスープ、こちらのダダさんからいただいたカップでいただきたいと思います。あとサラダもあるね。あ、すいません、ちょっと風呂上がりなもんでちょっと顔が赤いけど、酔ってるわけではないです。はい、いただきます。うん、肉肉しい、美味しいね。そしてコーンスープいただきます。うん、あ、いいねこのスプーン。うん、ねえ、うん、すごい口当たりがいい。うん、ありがとうございます。ダダさん、ありがとうございます。はい、ということで翌日のお父ちゃんでございます。またですね、エンディング取り忘れてしまいましたんで、すいませんでした。ということで、今日の Vlog 良かったなとか楽しかったと思った方は、ぜひ高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。明日は Vlog にあの人がついに登場でございます。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。